早速ウキウキで買ったジリオン開けていこうと思います。皆さんどうもこんにちは、バスゾリオ兄さん高島ムサホルモンです。この動画の一つ前になってるかどうかわかんないんですけど、ひとくらダムへ行った時にちらっと言ったことがありまして、スーパーノバ XT を買いました。ロットはついこの間衝動買いした、スーパーノバ XT、 あのほぼ新品みたいなやつが2万6000円で売ってて、めちゃめちゃ悩んだ挙句結局買いました。スーパーノバ XT の話についてはまたこの動画でやってしまうとまた永遠長くなっちゃうんで、また別の機会にやろうと思いますけど、ロットが増えました。もともと釣り具の中で僕の中の興味関心のウェイトを占めるのがほとんどロットなんで、今までもリールの数に対してロットの数が明らかに多い、リール足りてないよっていう状況が起きてたんですけど、ここ半年1年ぐらい釣りのスタイルがどんどん変わってきてるっていうのもあって、非常に多大な影響を及ぼすようになってきてしまいました。よっしゃ明日釣りだから一通りタックル組むかってガサガサガサってやって、リールが足りないぞと、そういうことがね起こり始めたのでリールを買いました。で、僕の動画をね見てくださってる方、おついにカルコン買ったかと、21カルカッタコンクエスト100番買うって言うてたしな、クランクの人間だし早よインプレしてくれやって思ってるかもしれないんですけども、そのね期待をしてくれてる方々を、非常に裏切る結果となってしまったことを先にお詫びしつつ、今日買ったものを紹介というか開封まだしてないんで開封していこうと思います。台は島の葉のはずだったんだけどね、なんかどんどんもうなんか気づいたら台話が増えてきてるのはなんでだろうね、恐ろしい話で。というわけで買ってきました。まあ買ってきたっていうのは嘘ですね、ネットで買いました。なんかポイントやら、還元やらもろもろ含めてこの子1万9000円ぐらいで買えたんで、新品ですよ、中古じゃない、1万9000円ぐらいで買えちゃったんで、よっしゃもういったれってことでやってきました。ものはこれ、ジリオン SVTW、21ジリオンですねの H だから 7.1 か、シマノでいうところのハイギアっていうか台湾もそうなったのか。僕の記憶の中では台湾の H ってノーマルギアだった気がしたんですけど、最近変わったみたいですね。シマノに合わせたのか、何も書いてないのがノーマルギア、 H って書いてあるのがハイギアで、 XH がエクストラハイギアで、 P って書いてあるのがローギアになったみたいで、そうするんだったら早くそうしてくれよと思う次第でございます。まあスピニングのサイズの規格もそうだけど、台湾とシマノがね違うっていうのは長年ややこしかったんで、それが最近になって統一化されたのは本当にありがたい話です。というわけで、まあ今日はそんな話をダラダラしてもしょうがないんで、早速開けていこうと思います。前にねアルファスを買った時はこれでBロール風みたいな動画を撮ったんだけど、今回はちょっと、ね、めんどくさいのとすぐに使う予定があるんで、ちょっと撮影にあんま時間かけずにいきなり開けちゃいます。いいやん、むちゃむちゃかっこいいね。ダイワの21年の新製品はアルファスを買っててでアルファスのインプレ動画も上がってるんですけど、アルファスよりも落ち着いたシルバー、なんて言えばいいのかな、すごくこうシックな感じですね。見てもらうと分かると思うんですけど、まあ、ちょっと部屋が暗いっていうのはまあ、あるんですけど、それにしても結構暗め、20メーターより若干暗いかなっていう感じですね。いいやん、めちゃめちゃかっこいい。まあ、でただの開封動画なんで、まあ言うことって言ったら巻き心地がいいですねっていう、なんかそんなもん当たり前のことぐらいしかちょっと言えないんですけど、サクッとこのジリオン SVTW1000 番の H、 本当にサクッとだけね紹介すると、今年出たジリオンで、SV ブーストですね、スプールはようやくこれで本当に SV ブーストが手に入りました。前のアルファスのインプレの時に SV ブーストだぜやったぜとか言ってたんですけど、アルファスはただの SV だったんで、これでようやく SV ブーストが本格的に手に入りました。で SV ブーストのリール、このジリオンとスティーズリミテとか、あれは違うんだっけ、新しいスティーズデーの HLC、 あれは違うのかな、
なんかあれもブースだった気がするけど、なんかちょっと違うみたいなことをちらっと読んだんで、まあ、僕はあの基本的にリールは何でもいいと思ってるタイプなんで、あんまし、細かいことは気にしないんですけど、この子もこれから巻き心地を落とすためにシャワーに浴びせていきます。まあ簡単なスペック、まあ、こんなのはダイワのホームページ見てもらった方が一番早いんですけど、一巻75センチの 7.1:1 で、自重は 175g、 かなりね軽い。ステラの2500と同じぐらい、まあ、ベイトとスピニングを同じで語るなって話だけど、でスプール径が 34mm、まあ、なんで今回このジリオンを買ったかっていうところがまさにそれで、 34mm で巻物ができて、ナイロン16ポンドを 80m 巻けるリールが何か欲しかったからっていうのが実はこのジリオンを買った理由の全てで、当初は本当はカルコンを買おうと思ってて、というのも、この子の予定している使い道、あくまでクランクなんですね。僕の中の釣りのメインを張ってるのがやっぱりクランクなんで、注力するのもそこになるんですけど、僕が一番ど真ん中として使っているフルサイズクランク、2分の1オンスクラスの、フルサイズクランク、例えばゼルクとかエイトフッターとか、その辺を扱うのに、今まではスティーズ A の、クレイジークランク、あれに1012スプールを入れてオセロットで使ってるんですけど、それをスーパーノバ XT に落とそうかなと思ってて、スーパーノバ XT はめちゃめちゃライトなエクストラファーストグラスコンポジットロッドみたいな、だからちっちゃいクランク専用ですね。だからスティーズ A をライト方向に落とす。で、クレイジークランカーっていうのはあのギア比が極端に低い、本当にクランクを巻くためだけみたいな、そういうリールで、まあ物は試しだと思ってね買ってみたんですけど、まあちっちゃいクランクにはいいかなと思います。どうせあの早巻きしたら崩れるようなクランクなんで、ちっちゃいクランクって、あとはフラットサイドクランクとかなんですけど、僕がその本来オセロットのメインで使いたい、フルサイズクランクは基本的に僕はめちゃめちゃ早く巻いて使うんですよ。ほとんどリアクションバイト専用で使ってるんで、基本的にゆっくり巻くっていうことはほとんどない。ゆっくり巻くんだったら別のもの巻く、チャターとかスピナベとか、それこそフラットサイドクランクとか、そういうのを巻くんで、2分の1オンスクラスのフルサイズクランクはあくまでも早巻きで、クレイジークランカーで早巻きってどうなんて思って買ったんですけど、やっぱりちょっとリズムが合わない。結構めちゃめちゃに早く巻くんでね僕。なので、それもあって今回そのメインどころを張るためのリールをハイギアに戻したっていうのが、今回ハイギアを買った理由です。ぶっちゃけエクストラハイギアでもいいぐらい。まあ、このね、リールのギア比の話に関しては、多分僕が思ってるギア比の話ってどちらかといえばマイノリティな部類に入ってくると思うんで、それはまたの別の動画でお話しします。下手したらね、低評価つきまくるような話になっちゃうんで、まあ、とにかく今回この新しいジリオン SVTW を買った理由としては、クランクタックルの中でリールの入れ替えがあったので、その中でよりにもよってメイン中のメインが外れてしまったと。なのでそこの補充のために買いました。だからあれだね、手法として迎えるために外国人助っ人選手入れるような、そんな感じ。あとはまあ単純に SV ブースト気になってたんで、いつか新しいジリオン買おうと思ってたところに思いのほか安く手に入る機会があったんで買ってきたわけでございます。というわけで、話したいことってこれぐらいです。そのね、細かい機構、 SV ブーストと SV 飛距離の違いどうなんとか、そういうところはもう投げなきゃ分かんないんで、まあ、次使った時か、もしくは何回か使ってからその辺は動画を撮ろうと思います。まあもうすでにね、2021年、このジリオン発売されてから結構経ってるんで、もう正直 YouTube 上にもね、インプレ動画上がりまくってるんで、まあ、別にねここで僕がどうしても説明しなきゃいけない必要はないですから、他のインプレを見てもらったらいいかと思います。というわけでサクッと終わってしまいましたけど、この動画、ジリオン買ったよ、なんで買ったの、クランクの4番バッターを補充するための助っ人だよっていうところをお話ししました。これが入ったことによってまた結構タックルの入れ替わりとか編成が結構変わってくるんで、タックルの編成について今度話したいですね。ゆくゆくやろうかなと。これだけ言いたい、アルファスの時もそうだったんだけど、ダイワの、メカニカルブレーキ、これめちゃめちゃ調整しにくい、やめてほしい、普通のにしてほしかった。これね、爪引っ掛けてグイッとやんないと動かなくて、普通のこうくるくるっと回すタイプにしてほしいっていうのはマジで思ったんですね。なんでこれにしたんだろう、普通にやりづらいです
まああんまりこうワクワクして買ったものを、ああだこうだと言いたくはないので、あまりこうぐちぐち言う前に終わろうかと思います。というわけで、バス釣りお兄さん高島ムサホルモンでした。よろしければチャンネル登録ボタンポチッと一つお願いします。ではさようなら。